どうもお疲れ様でございます。それではテクニカル的に10月の21日から25日まで第43週を見ていこうと思います。まあ、結論から申しますとテクニカルに最適な1週間、それがやってきます。えっと、43週よりも難易度は落ちます。おそらく、まあ、今年一番の難易度の低さじゃないかなと思いますね。むちゃくちゃやりやすいと思いますよ。派手な材料もありませんし、それから何かね、やばい材料が飛び込んでくることもないですし、 まあ、いきなりどっかからね、戦争とか爆弾だとかね、金融危機だみたいなのがあったら分かりませんけども、まあ、見えてる範囲で何かテクニカルを阻害するようなファンダメンタル要因はないと思います。ですんで、この1週間私いませんけども、いなくても大丈夫だと思います。その代わり極端な動きが全くないんで、週間のトレード逆にやりにくいです。今、149円台半ばをつけてますけども、これが150円の方に突出するのか、148円の方に、 えー、行っってしまうのかかこれはちょっと分かんないですねあの要するに安定しすぎていてあんまり動かないかもしれないですもしかしたら。で難易度は低いんだけどもその代わり上下の動きがなくってただポカーンと見ているだけでねエントリーするチャンスがなかったみたいなこともあるかもしれません。それはだから難易度が低すぎるとね逆にあれですよ波もない風もないような船出の季節になってしまいますんで案外船が進まないよねってことになっちゃうんですよね。 はい。その中で、この周足を見ていくんですけども、とりあえず、わかります上にドーンと大きな陽線が出ましたけども、それがここで止まっていることがわかります。急に陽線がちっちゃくなったでしょ。しかも2週間連続で。だからこれ、上に突き上げる動きが、もうブレーキをかけられて、待ったになったわけなんですよ。ただし、上引きがそこまで長くないことを考えると、下にドカーンと反転して、 根戻しを起こすほどではないかなっていうところが伺えます。また移動平均線は上の方にちょこっと向いてますからね。ますます下に行く勢いではないと。かといって上昇を継続するような予兆も出てないので、どっちに行くのかなっていうところですね。それが一週間の見通しです。どっち行くんやって話ですよ。要するに釣り合ってる状態です。はい。では次は冷やしを見ていきますよ。冷やしを見ていくと、このように 上昇チャンネルにはなってるんですけどもその代わり陰線と陽線がいい感じでバランスよく交互になってるでしょその結果上の方には向かってるんですよ、うん、だから陽線の動きがここほどは強くないっていうことが分かりますよねさらにもう1週間前のここほども強くないと考えると随分なだらかになってきたなってことですともすればこの動き止まってしまって横に行くかもしんないなっていうふうに43周目は見えますね ですんで、週間トレードは非常に難しいです。ただ、やや上昇トレンド寄りなんじゃないかなってところがあります。ですんで、4時間、1時間で見る際は、右肩上がりが名残として残っているっていうふうに見えると思いますよ。はい、では4時間です。21日に関わってきます。じゃあ、一体どうすればいいんだって話ですけども、ここを天井にして、一旦この上昇の流れ、止まったというふうに、先週の末、解説しました。 ここから値段が下がっていって149円の半ばになりましたんで改めてこのレンジに対してどういうふうに値、ね、動きを起こしていくのかってところを見た方がいいですねそれが月曜日の作業になりますはいじゃあ1時間見ていきますよどちらかというと上昇が収まってきて横ばいっぽくなりつつあるんですよこことが特にねこことここも符号しちゃってますからね、うん、そうなってくるとこれが ここを突き破って下に行って、下の流れを作るのか、ここで跳ね返れば、こういう風なレンジができる可能性がある。もしくはこれが十分上に上がらずに、落ち込んじゃったら、なんとかトライアングルがね、できるってことになるでしょ。ディセンディングトライアングルですかあ。ちなみにディセンディングトライアングルとアセンディングトライアングルでこんがらがっちゃうでしょ。アセンディングトライアングルってのはね、カタカナがアですから、こういう風なトライアングルだと思ったらいいですよ。で、大抵上に抜けるんですよ。 そうじゃない方がディセンディングトライアングルね上から入ってきてこう抜けるとでここディセンディングトライアングルの形になってますけどもディセンディングトライアングルってね上から入ってくることがディセンディングトライアングルとして採用できるんですよだから下からせり上がってきたのがこうなって下に抜けるこれもディセンディングトライアングルであるんですよ高根県でこういうふうになりますからねうんただこれよりもこっちの可能性が強いかなっていうところで今回の これは、形はディセンディングトライアングルなんですけども、じゃあ、下に大きく抜けるかっていうと、まあ、そこまで期待はできないかなと思いますね。それよりも、この N 字の連続で抜けるってことの方が、可能性としては大きいかな。それから、このゾーンですよね。このゾーン、しっかりと意識しないといけないですよ。このゾーンをどのように、値動きが抜けていくのかによって、下にブレークを起こす。まあ、ブレークってっても、この辺までですけどね。 もしくは下に抜けずにここで固まるようだったら上の方に行ってレジサボ転換してこの辺りにマーケットを作るっていうふうに見た方がいいでしょうねはいいずれにしてもこれ月曜日を見なければわかりませんあまりにも材料がなさすぎてこれはこれでねえー、どっちの方に動きが偏るんだろうってんなんとなく見えないですねはい <laughs> まあ以上ですかねまあ横ばいになるんじゃないですか月曜日は横ばいに うん、これは横ばいに変化している形ですよ、これは。高値圏を、あ、違う、高値を更新もしてないですしね。かといって、安値が更新されてなくって、うん、どっかで止まるんじゃないですかね、これ、うん。なんと、もやっとした解説ですいませんけども、別に気合が入ってないわけじゃないです。うん、ただ1日1日、一日一日取り組めると思いますよ、これは。と、不定期にまた、あの、ライブ放送でも入れますんで、その時に、あ、ちょっと無理かな。 チャートがね、リアルタイムに見えない可能性がありますからね。あの、通信状態の関係で。うん、そういうところに行くんですよ。ということで、すいませんけども、こんな週間解説見通しになりますけども、え今週はすいません、自力でやってください。よろしくお願いします。それじゃあ。